高山市奥飛騨温泉郷の新穂高ロープウェイにきょう新しく誕生したのは、標高2156メートルにあるロープウェイの山頂エリア、頂の森のゴンドラステージです。こののエリアは西穂高口駅の近くにあり ロープウェイの発着の様子や山々の景色をゆっくり座って楽しむことができる場所です今日は天候にも恵まれ朝早くから多くの人が訪れ雄大な景色を写真に収めるなど思い思いに楽しんでいました明日はこのゴンドラステージで音楽ライブが開催されるということです